龍が森とは、秋田県北秋田市と大館市にまたがる山である。龍が森は、大館市比内と北秋田市高野市の西にまたがる森吉山の寄生山である。森吉ダムや太平湖のすぐ北隣に位置し、太平湖を挟んで森吉山と対峙している。かつては山麓の大くずや明かり股などに、数多くの鉱山があり、また近年は造林業の場として生活食の濃い。 山として栄えてきた。遠くから見れば、鍋を伏せたような山陽である。山名は、雨乞いの風習があったことから、竜神に由来しているとされる。竜が、森山頂山開きは1963年から、毎年6月1日に行われ、大岳市と北秋田市と合同により、山頂で安全祈願を行っている。山頂には、山小屋が立ち。 積雪時も利用できるようにスコップも据え付けられている。登山コースは、大館市側からは、熟練者向きの最上コースと初心者向きの避難コースの2コースがある。北秋田市側からは、神沢コース、小津ぎコース、東のまたコースがある。龍が森南方には小津ぎ山があり、小津ぎコース方向から登ることができる。北秋田市側からは、 秋田県道111号、勝良瀬笹間線及び林道を利用し、ふもとの龍河森キャンプ場から観察は、小つなぎ、東の、たの各登山口に車で移動できる。龍河森キャンプ場へは、明かり又集落から自動車で約40分程度である。キャンプ場を利用するためには、北秋田市の産業部商工観光課に申請書を提出する必要がある。キャンプ場内には、 テントサイト、トイレ、夜間照明設備、休憩、宿泊施設、ドラゴンハウス、水事場、キャンプファイヤーサイトが完備されている。秋田県の山 P68 流が森キャンプ場、北秋田市流が森大岳市。ありがとうございます。